さあ今日は花花鳳凰もうちょっとでなくなるんでここで打っときます。はい。で前日前々日はちょっとへこんでる感じなんですよね。まああんま打たれてないんですけど、はい、ということで今日一日回していくんで、皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。前代未聞の事件を起きました。3つ目までのボーナス動画消えました。すいません、マジですいません。はい。履歴は一応1回目179ゲームビッグ、次12レギュラー10レギュラーということで3連してる状態ですね。羽振らありました。最初設定変更されてる可能性高いということですね。はい。94ゲーム、337拍子のプレミア。まあ、お気どきだったら最悪でしたけどね。これは花々なんで、めちゃくちゃ嬉しいと。4連。いや、この時点で、下見てほしいんですけど、ビッグ2回でスイカ2回なんですよ。まあ、これ今スイカ落ちたんですけど、これマジで、このまま行ったら上あるぞと思ってましたね、この時。4連。まあ、で、回転数少ないんですけど、この時点で合算74分の1。はい、135ゲーム。ビッグー。あんまりハマらずにね、135で引けるのはでかかったですね。で、これ下の表見てほしいんですけど、レギュラー2回のさっきの分は、右のランプが2回でした。ちょっと偶数しさ。めちゃくちゃ綺麗。地味だけど綺麗なのよね、これ。よく見るプレミアですけどね。はい、2連。で、ここでスイカ2回落ちるのよ。ビッグ4のスイカ4。超期待してます。これはいい花々ですね。195ゲーム、レギュラー。はい、これね、ベル確率、まだ100ベルなんですけど、8.72。前代未聞の悪さ。で、このレギュラーは左の黄色でした。272ゲーム。ちょっと回しました。はい、ビッグー。僕、ピンクナナより白ナナの方が好きなんですよね、音楽。なんか、白ナナの方が可愛い感じするから。まあ、それはいいとして、皆さんどっちが好きですか ?160 ゲーム。ビッグー。中段に白ナナ落ちないとなんかレギュラーの感じしますよね、白ナナって。これ、花々あるあるなんですけど。上段とか下段とかに7止まると、レギュラー臭いって思っちゃう。で、ここスイカ落ちましたんで、6分の5。はい、83ゲーム。はい、キモい。キモい目押しミス。はい、白ナナ最高音楽2連です。白ナナの連チャン BGM が一番好きだわ、僕。はい。立ち上がり良好ですね。まあ、この時点ではスイカ落ちなかったんですけど、7分の5で合算119分の1。はい。で、まだちょっと設定推測はできませんよ。ベル確率だけ悪いです。はい、で、50ゲーム。はい、3連。まあ、本当はビッグが良かったですけど、そこまではネタなかです。で、皆さん見てください、下。これ、バケフラ発生。上部のみのバケフラなんで、設定3以上だったんですけど。いやもうね、この時点でバケフラしたら、それ早い回転の当たり多いし、マジで上見るっすよね。今日積もったと思ったもんな、ここで。で、過去にね、バケフラ何回か引いたことあるんですけど、全部良くなかったんですよね。騙されたことが多くて。はい、38ゲーム、はい、ビッグ。で、バケフラの後こんだけ光ったら、マジで、はい、キモい。はい、キモいスイカの取りこぼし。今めちゃくちゃキモい。真ん中白ななんか目押ししてました。あれやったらマジみんなで笑われます。多分隣の人に笑われてました。今のは見なかったことにしてほしいですね。はい、ミスしてしかもバケが見えちゃうっていうね。はい、スイカ1個ここで獲得なんですけど、532ハマってベルも良くなくなってるんで、ちょっと、これ342ゲーム、また、小ハマり。
ちょっとね、暗雲立ち込めてきました。そう、グラフこんな感じでした。で、こっから帰ってくるのがハナハナなんで、これ44ゲームビッグ、こっから跳ね返ってきたらいい台なんですよね。だからハナハナは多少落ちても打ち続けるっていうのが僕のモットーですね。で、52ゲーム、ハマった分をね、ここで取り返すんですよ。で、さっき、まあ、ベルのことちょっと触れましたけど、8.14 分の1です。ちょっと良くなってきましたけども、まだ設定1以下の値。まあ、ベルはね、あんま関係ないですけどね、正直。はい、ビッグ。186。まあ、そこまでハマらず粘ってるっていうね。で、スイカがね、落ちんくなったんですよ、ここ。13分の7になったんで、まあ、微妙な感じになりました。で、これ478。大きいハマりが目立ち始めた。ちょっときつかったね、この時。マジかって感じだったんですよね。でね、隣の人がめっちゃここで出してて、まあ、正直イラッとしました。400ベルで 7.6、一気にここでベル落ちがまあ回復し始めたっていうとこね。まだ期待はしてます、はい、まだ全然捨てないんですけど、いや、ハマるのよ。363、しかもレギュラーいらないのよ、ここでレギュラーは。で、ここでレギュラー中のサイドランプが左黄色が先行し始めるんですよね。で、これ左です。はい、ちょっと左先行は嬉しくない。はい、6ゲーム。はい、レギュラー。マジでいらない。レンチャンでレギュラー。で、この次、抜けなかったらいいんですよ。すぐレンチャンしたらいいし、あ、しかもこれ、左でした、また。で、ここで、レンチャンしなかったらもうやめようと思って、202ゲームまで回してレンチャンしませんでした。で、原点まで下回ったので、撤収。はい、バケフラしたのに、こんな成績すいません。で、メダルもかなり減りました。はい。結果発表、マイナス60枚。まあ、ちょっとやめるの早いんじゃないかっていう声もおそらくあると思うんですけど、僕は周りの台の状態も見て、ところどころで悪い台もあったのと、前台系じゃなさそうだなと思ってやめました。で、試行4000ゲーム、まあ、ちょっと少ないです。で、172分の1まで落ちて、500ベルまで回したんですけど、7.68、設定1以下でした。で、グラフは下のような感じだったんですね。で、このゼロ地点から跳ねるっていう花々のジンクスあるんですけど、ゼロからちょっと下回ったんですよね、これ。なんで、あ、もうこれないかなと思って、ちょっと見切りつけました。で、サイトの設定予測、ちょっとデータ入れてみたんですけど、5が 41.7% だったんですけど、まあ、平均設定 4.58。ペイアウトも 106.9% で上なんですけど、僕の予想は3です。はい、まあ、4の引き幅とかも考えたんですけど、まあ、ちょっとサイドランプ左が多いっていうのも含めて3です。はい、で、皆さんの、設定推測コメント欄にて待ってます。皆さんありがとうございました。